今日は何をするかと言いますと、こちらコストコの牛タンね、こちらでございます。皮むきタン、すっごいっすね。いいよ、ダダーンと。さあこれを水で洗っていきます。すごい血合いがすごいですよ、半下の部分、半下っていうのかな、下がり、ここね、この辺にもすごい血合いが入ってて、この辺をいっぱいちゃんと洗わないとという感じです。だいぶマシにはなってきましたが、まだまだでもね、多分まだまだで多分出てくると思うので、1時間ほどね、お水につけて血抜きしたいと思います。さて、お風呂に行ってきましたね。お風呂入らせていただきましたが、血抜きをしている間に、なんかちょっと出てきましたね。この分かります、風呂上がりにすぐにタンを触る、なかなかのことですけど、血合いの部分とか取り除いてないんで、結構ねやっぱりその辺から出てきてるんだと思うんですけど、血合いの部分とか、なんかこの辺のなんかブルブルになってる筋の部分とか、この辺をねちょっとね取り除きたいなと。どうやったら取れるのかな、この辺やな、これすごいな。この辺の間にまたね血合いがあるんで、こういうとこね処理しきれてない、ね、薄皮があるので、油す、いい感じに油が乗ってますが、なんかねブルブルの、これも捨てます。この辺は油すごいですね、この辺血管ですね、これは。この辺しっかり取っとかないと、ちょっと血がやっぱここから出てきますね、血管ね。もう一回洗います。よいしょ、元の部分はね、こうですね。
で、こんな感じですかね。結局、一晩水につけて血抜きをしましたので、ここの硬い部分も柔らかいけど、これを取っていきたいと思います。冷蔵庫で3時間ぐらい、ラップせずに乾燥させてますが、まだ水気が結構出てきます。ここのね、ペロンと、このちょうどここかな。ああ、柔らかいですね。簡単に。こんな感じで取れます。取りました。部分ね。よいしょ。うん。あ、すごい油乗ってますね。だいぶ油が少なくなってきた感じですかね、最初の方のこの辺と比べると。うん、あ、でも油まだ多いっすね。うん、この辺ぐらいかちょっと薄めにていきたいと思います。探査機部分ですかね。で、こっちの方はちょっと切りにくいんで、ちょっと簡単に凍らせてから薄く切っていきたいなと思います。うん、やっぱちょっと油の部分が少なくはな、でもそれでもいい感じに油は入ってるのでね、うん、いいと思います。さあ、うまそうな、できましたよ。へいへい。そうそう、水に、別に流水じゃなくて。